皆さんこんにちは、ビリエージェント小林です。今回は自宅でもできるダンベルで大腿四頭筋前ももを大きくしていくトレーニングを3種目ご紹介させていただきます。と言ってもですね、実は自重でやるのと全く同じ種目になります。ただやっぱりダンベルが増えた分ですね、負荷を増やしやすくなってくるので、はるかにですね、筋肥大の効率、トレーニングの効率も大きく上がってきますので、しんどくなりますけども、ぜひぜひ頑張ってチャレンジしていただければと思います。ということで1種目目なんですけど、もうスプリットスクワットですね。自重でやっても非常にしんどいんですが、慣れてきてね、できそうだなという方はやっぱりダンベルを両手に持っていただいた状態でスプリットスクワットやっていただけるとよりね、効果的です。ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。そして2種目目なんですけども、これもまあ自重と同じで申し訳ないんですが、シシスクワットですね。はい、まあ、これも片手でね、どこか持って体を支えながら、もう片手でダンベルを持って荷重をかけていくことで、どんどん負荷を増やしていくことができます。自重のトレーニングのところでも言いましたけども、かなりね、膝への負担が大きい種目になりますので、怪我だけしないように気をつけながら、ぜひチャレンジしていただければと思います。そして最後3種目目は、これも自重と一緒で申し訳ないんですが、壁を使ったハックスクワットですね。ホームローラーなんか使っていただいて、壁でね、ハックスクワットできますよっていうふうにご紹介させていただいたんですけども、これもダンベルを胸の前で抱えて、ハックスクワットやっていただくことで、負荷を増やしていくことができますので、負荷を増やしていくというのが、まあ、全身性の原則といいますけども、効率よく体を鍛えていく。非常に大切なことですので、ダンベルがある方もね、ぜひダンベルを使ってこれらの種目にチャレンジしていただきたいと思います。今回はですね、ダンベルで大腿四頭筋前ももの筋肉を効率よく鍛えて大きくしていく種目をご紹介させていただきました。スプリットスクワットと、シシスクワットとハックスクワットですね、この3種目ぜひやり込んでいただいて足を鍛えていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。